皆さん、今回は片付けられない自分が今すぐ変わる本をご紹介します。この本は大島信頼さんの著書で、片付けが苦手な人たちに向けて書かれた実践的なガイドブックです。片付けの悩みを抱える多くの人々に寄り添い、その原因を科学的に解明しながら、簡単で効果的な解決策を提案しています。片付けられるようになりたい、でもなかなか行動に移せない、そんな方々に特におすすめの一冊です。ぜひ最後までご視聴ください。私たちの多くは整理整頓の重要性を理解しています。きれいに片付いた空間は心地よさや効率性をもたらし、ストレスを軽減してくれます。しかし、理解していても実行に移すのは難しいものです。片付けなきゃと思いつつなかなか着手できない、始めても途中で挫折してしまう、そんな経験をした方も多いのではないでしょうか。本書の著者大島信頼さんも、かつては片付けが苦手な一人でした。完璧主義で几帳面な性格なのに、なぜか部屋はいつも散らかっている、そんなジレンマに悩まされていたそうです。しかし、ある出来事をきっかけに自身の片付けられない原因を突き止め、そこから独自の方法を編み出すことに成功しました。本書は著者自身の経験とそこから導き出された画期的な片付け術が詰まっています。ではなぜ私たちは片付けられないのでしょうか。本書によると、その主な原因は脳のバランスの問題にあるとされています。人間の脳には言語性知能と動作性知能という2つの知能があります。言語性知能は計算や記憶、物事を理解する力に関わる知能です。一方、動作性知能はパズルを組み立てたり、優先順位をつけて作業をこなしたりする能力に関係します。片付けが苦手な人はこの2つの知能のバランスが悪い傾向にあるのです。つまり、頭では片付けなければと理解していても実際の行動に移すのが難しいのです。これは決して珍しいことではありません。むしろ現代社会では多くの人がこの問題を抱えています。本書ではこのような脳のアンバランスを解消し、誰でも簡単に片付けられるようになる方法を紹介しています。その中でも特に印象的だったのが次の3つの方法です。1つ目は、自分が安心できる場所を想像するという方法です。これは催眠療法の一環として紹介されている技法です。まず、自分が最も安心できる場所をイメージします。例えば、海辺の砂浜や緑豊かな森の中など、心が落ち着く場所を思い浮かべるのです。次に、少し嫌だと感じる場所をイメージします。多くの場合、それは自分の散らかった部屋かもしれません。このイメージトレーニングを行うことで、私たちは自分の生活環境と理想の環境のギャップに気づくことができます。そして、なぜ自分はこんな居心地の悪い場所で過ごしているのだろうという疑問が生まれます。この気づきが片付けへの動機づけとなるのです。著者自身もこの方法で大きな変化を経験しました。そして、驚くべきことに、このイメージトレーニングを行った後、自然と掃除をしたくなったそうです。単純なようで、実は私たちの潜在意識に働きかける効果的な方法なのです。2つ目の方法は、遺伝だからしょうがないと考えることです。これは一見諦めのように聞こえるかもしれません。しかし、実はこの考え方が自己需要につながり、結果的に片付けの改善に役立つのです。著者は自身が強迫性パーソナリティ障害の特徴を持っていることに気づきました。完璧主義で細かいことが気になる、人に任せるのが苦手で価値のないものでも捨てられない、これらの特徴は遺伝的な要因が大きいのです。この気づきにより、著者は自分を責めるのをやめ、こんな遺伝子の特徴がありながらよくやってきたねと自分を褒められるようになりました。自己肯定感が高まることで、少しずつ片付けができるようになったのです。この方法は多くの人に当てはまる可能性があります。自分の特性を受け入れ、ゆるく考えることが実は片付けの近道なのかもしれません。3つ目の方法は、呼吸を活用することです。これは自己効力感を高めるための簡単なテクニックです。自己効力感とは、自分がある状況で必要な行動をうまく遂行できるという感覚のことです。片付けが苦手な人は過去の失敗経験から自己効力感が低下している場合が多いのです。この方法では意識的に呼吸のペースを変えます。通常、人は1分間に18から22回の呼吸をしています。これを少し早めて、例えば 1.1 倍や 1.2 倍のペースで呼吸するよう自分に命令するのです。
一見単純に思えるこの行為が実は大きな効果を持っています。自分の意思で呼吸をコントロールできるという経験が、自分は自分の行動をコントロールできるという自己効力感につながるのです。そしてこの自己効力感の向上が片付けという行動にも波及していくのです。これらの方法は科学的な裏付けがありながらも、誰でも簡単に実践できるものばかりです。本書ではこれらの方法をより詳細に、そして具体的な実践方法とともに紹介しています。ではこの本はどのような人に読んでもらいたいのでしょうか。まず片付けが苦手で悩んでいる人にはまさに救いの手となるでしょう。自分を責めることなく、科学的な視点から自己理解を深められます。また周囲に片付けが苦手な人がいる方にもおすすめです。相手の特性を理解し、適切なサポートができるようになるでしょう。さらに自己改善に興味がある方にも価値ある一冊となるはずです。片付けという具体的なテーマを通じて、自己需要や自己効力感の向上といった人生の様々な場面で役立つスキルを学ぶことができます。この本を読むことでどのような効果が期待できるでしょうか。まず片付けに対する心理的なハードルが下がります。自分には無理という諦めの気持ちから解放され、前向きに取り組めるようになるでしょう。また自己理解が深まることで、自分に合った片付け方法を見つけやすくなります。そして何より、片付けられるようになることで生活の質が向上します。整理された空間は心の余裕を生み、創造性や生産性を高めてくれます。仕事や学業、人間関係など生活のあらゆる面でポジティブな影響が期待できるのです。最後に、この本の真の価値は単に片付けのテクニックを教えてくれることだけではありません。自己需要や自己効力感の向上など、人生の様々な場面で活かせる考え方を学べることこそ、この本の大きな魅力です。片付けというテーマを通じて、自分自身と向き合い、より良い人生を送るためのヒントが詰まっているのです。皆さんいかがでしたか。本書は単なる片付けの本を超えた人生の指南書とも言える一冊です。片付けに悩む人はもちろん、自己改善に興味がある方にもぜひ手に取っていただきたい本です。この本との出会いがあなたの人生に新たな変化をもたらすきっかけとなることを願っています。